やっふー、マイクラやってるかい。アサギの研究所を辞めます。開門です。はぁ、あ、なんて嘘だよん。今日はエブリデイフールだよ。それは、毎日バカ。って意味だぞ。要するにお前のこと。間違えた。エイプリルフールね。なるほどな。視聴者もびっくりするだろ。すいません。では今日も海外検証やるぞ。はい。まずはこちらの方の動画から。チェストの上に岩盤があるぜ。なんで？殴っても壊せないからレッドストーンと打ちを刺す。なんで？ネザライトのツルハシに効率強化とシルクタッチのエンチャントを付与。なんで？次にレッドストーン陶器の上に砂ブロック。なんで？ネザライトのツルハシで陶器を破壊すると岩盤も一緒に壊れる。なんで？なんでなんで？うるさいぞ。この海外の動画が本当か検証だ。チェストの上に岩盤があるのが不思議なんだけど。細かいところはいいから。必要なアイテムを揃えなきゃ。おいおい、まだ準備できてなかったのか。すいません、エンチャント本がいっぱいあるなぁ。あー、あったこれだね。よし、これで下準備 OK。 まずはラージチェストを置くよ。その上に岩盤。これでチェストが開かなくなったぜ。本当にね。ではでは、サバイバルモードに変更。これでもう岩盤は壊せないよ。レッドストーン陶器を刺して、金床設置。ネザライトのツルハシに、効率強化と、あ、やべレベルがなかった。おいおい、しっかりしないか。ごめんごめん、エンチャント瓶でレベルたくさんつけるね。ちょっと待て、クリエイティブモードでやっても、レベルつかないだろ。よし、準備できたよ。やれやれ。ちゃんとサバイバルモードでやると、最初から教えるべきだったな。ちゃっちゃとエンチャントをつけちゃうよ。次に、砂ブロックを乗せて、そして、レッドストーン陶器を破壊。いで、全然できてないな。うん、頭の上に砂ブロックが落ちただけ。もう一回やってみるね。ふん、ダメだね。OK、結論、岩盤は破壊できない。もし間違えておいちゃったら、クリエイティブモードにして破壊しよう。間違えておくことなんてある？次はこちらの方の動画から、プレイヤーが海底神殿にいるぜ。おっと、エルダーガーディアンの呪いを受けちまった。あらや、そこでプレイヤーは、ウーパールーパーをバケツから出すぜ。どうして？んで、ついでにドラウンドも召喚。するとウーパールーパーが、一緒に戦ってくれるぜ。おーすごい。そしてドラウンドを倒しちまう。やるじゃん。しかもそれだけじゃない。エルダーガーディアンの呪いも解いてしまう。この海外の動画が本当か検証だ。できたらすごいよ。ゴボボボベブビババ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 。何言ってるかわからん。海底神殿に来たよ。喋れんのかい。ではサバイバルモードにするんだ。はい。ひぃ、早速呪いが来たよ。採掘速度低下がついたな。海底神殿ではどうしても避けられない。じゃあウーパールーパーさんを召喚と、一緒にドラウンドもね。ここであったが100年目、覚悟。何をそんな向きになっているんだ。ウーパールーパーさんも戦ってくれるよ。おーマジか。やったー、倒せたよ。友情の癒しパワー。だって、よかったじゃないか。あ、今進捗で見えないや。採掘速度低下はどうなったんだろう。あー消えたな、なくなっているじゃないか。すごい、これで採掘し放題だね。というわけで結論、ウーパールーパーは心強い味方。これはウーパールーパーの仕様だぜ。呪いを打ち消してくれる上に、一緒に戦ってくれる。海底神殿を攻略するときに連れていくといいな。体力を回復させるために、熱帯魚を持っていくように。熱帯魚の大群がいれば、難易度も一気に下がるね。たくさん居すぎ。次はこちらの方の動画から、プレイヤーがチェストを開けて、オブザーバーとレッドストーンを取り出す。回路系だね。で、ピストンとレッドストーンブロックが、ある場所に行って、回路をつなげる。オブザーバーと岩盤を置いて、ネザーラックとソウルサンドを設置だ。ガシャガシャ動いた。火打ち石と打ち金で火をつけまくる。おお、なんか火がドロップしているよ。そうだな。これを手に取って作業台でクラフトすると、防具ができちまう。なんで？この海外の動画が本当か検証だぞ。これまたすごい内容だね。とりあえずインベントリには、必要な材料を用意したよ。おうおう、じゃあ早速作っていこうか。はい、まずピストンを設置。あーちょっと間近すぎるかな。多分これぐらいかな。おう、それで大丈夫なはずだ。じゃあこれで回路をつなげるよん。ザシュザシュザシュ。真ん中は開けるんだからな。大丈夫大丈夫。次に、オブザーバーに岩盤だね。それにしてもなんで岩盤なんだろう。特に理由はないと思うぞ。ブロックだったら何でもいいのかもしれない。あーなるほどね。それじゃあネザーラックを置いて、ソウルサンド設置。おお、ガシャガシャ動き始めたよ。いい感じじゃないか。火をつけてみろ。行くよ。さあどうだ。おお、火をつけまくるんだ。うわあ。まだまだー。カイモンくんもういいっす。え？はーい、それでは結論、火をドロップアイテムさせることはできない。なんてこったー。そりゃあそうだよ。ちなみに、大昔のマインクラフトでは、火がドロップアイテム化して、チェーン防具作れていたからな。それも不思議なんだけど。次はこちらの方の動画から、さっきも出たな。なんかコマンドブロックをいじっているぜ。するとコマンドブロックから、子供のパンダがたくさん出てくるぜ。ちょ、いっぱい出すぎでしょ。少しの間召喚させて、止める、いっぱいだー。
プレイヤーは辺りをうろちょろして、何かを探しているようだ。本当だね。しばらく探し回っていると、スライムボールを発見。え、なんで？そのすぐそばには、緑色の鼻水を流した子供パンダが。本当だ。この海外の動画が本当か検証だ。はい、コマンドブロックを用意したよ。これを発動すると、子供パンダがたくさん出てくるよ。では早速召喚してみようか。よし、実行。わわわ、いっぱい召喚される。こりゃ大量だな。もうやめよう。ダメージを受けているし、かわいそうだよ。え、もういいのか。いいでしょ。よし、これで OK。さあ子供パンダはどうなっているかな。子供パンダの様子を見てみてくれ。うん、わかった。どれどれ、どんな様子なのかな。あ、この子供パンダ、鼻から緑色の鼻水が出ているよ。本当だな。だ、大丈夫なのかな。もしかして病気、寒いからなのかな。心配しすぎだって。万が一病気だったらかわいそうでしょ。それぐらい大丈夫だって。結論、子供パンダはスライムボールを出す。補足だが、これは子供パンダの仕様なんだな。一定確率でくしゃみをして、スライムボールを出すんだ。その際に緑色の鼻水を出すんだな。近くに他のパンダがいたら、くしゃみにびっくりして飛び跳ねるみたいだぞ。かわいいね。さて次はこちらの方の動画から、プレイヤーが階段ブロックとかもろもろ置いていく。上にはオブザーバーだ。その下には鐘を設置だ。うんうん。オブザーバーの上には日照センサーを置き、反転させるぜ。次に額縁と時計を置く。両脇にトラップドアを置いていって、振り時計の完成だ。おお、すごいね。しかもこれ夜になったら実際になるぜ。は、この海外の動画が本当か検証だ。材料と。おいおい、準備できていないのかい。結構材料が多かったんだもん。ちょっと待ってー。ふい、できたできた。とある家の中に作っちゃうよん。急に赤い怪物が押し寄せてきて時計を作るのか。言い方に語弊があるよ。まず木材を縦に3ブロック、下に階段ブロックを置いて、看板、上にオブザーバーを置くから、一旦適当なブロックを置いて、それで下に続けておこう。いいぞ。で日照センサー、これは反転だね。額縁置きます。次は鐘。で、トラップドアだね。これは置くのがちょいと大変だなぁ。あ、でもこれで良さそう。逆側も同じ要領で置けば OK。そういえば時計入れてないぞ。あ、そうだった。時計。あった。ほいっと。できた。動画の通りだな。あとはちゃんと動くかどうかだな。少し待ってみます。おうなった。本当にちゃんとした時計みたいだ。というわけで結論。実際に動く振り時計は作れる。内容が寂しい時に作るといいかもな。夜になったら知らせてくれるし、日照センサーをそのままにしたら、朝を知らせてくれて便利だね。さてさて次はこちらの方の動画から、プレイヤーがいきなり横に3ブロック穴を掘る、粘着ピストンを入れて、その間にレッドストーンだ。むむ、また装置系か。真ん中に階段ブロックを置いて、その両脇にオブザーバーだ。次に正面に回って、ネザーラック2つずつ設置だ。なんだろう。その上にオブザーバーと、ディスペンサー、後ろに行って、レバーを置くぜ。ガシャコンと動かすと、ファイヤーチャージが大量に発射。その様はまるでマシンガン。おおすごい。この海外の動画が本当か検証だ。これ面白いね。ではでは作っていきます。カエモンくん、せっかくだから家に向かってやれ。ちょうどいいのがあるじゃないか。い、言うと思った。わかっているじゃないか。穴を掘って、レッドストーンを投入。真ん中に階段ブロックを置いて、両脇にオブザーバーだね。おいいぞ。正面に回ってネザーラックを2つずつ設置と。なんでネザーラックなんだろう。特に理由はなさそうだけどな。多分燃えないブロックなら何でもいいと思う。まあ今回はネザーラックにするね。おうよ。さて、オブザーバーとディスペンサーを置いたから、レバーだけだ。ここでいいんだね。ガシャコン。あ、あや何も出ない。そりゃディスペンサーの中には何も入っていないからな。動画だと何も入れてなかったじゃん。そうだけど元々はないの。ファイヤーチャージ入れてみるか。これぐらいでいいかな。ガシャコン。おお、すごい火が飛んでいくよ。いやっこう、これは傑作だな。すごい喜んでいるね。あの家に村人さんいないよね。そんなこと気にしなくていい。ちょっと危ないからやめるね。おい、やでやってみるよ。そんなの嫌だぞ。やだけに。うるさい。入れたから動かしてみるね。ガシャコン。おお、飛んでいくね。絵面が地味なんだよな。そんなこと言わないでよ。あ、でも、いやあんまり飛んでいないね。だろ。まあとにかく結論、マシンガンは作れる。襲撃イベントで作るのもいいんじゃないか。そんなことしたら村人にもやられちゃうよ。次はこちらの方の動画から。さっきも出てきたね。そうだな、大釜を置いているぜ。その中にポーションを投入。え、それに矢を使用すると効能付きの矢ができるぜ。普通クラフト画面からやるはずだよね。おお、そうだな。この海外の動画が本当か検証だ。今度はちゃんと用意できているからね。いいぞ。まず大釜を置きます。ポーションを入れるんだけど、使うポーションはダメージのポーションです。おお、それでいいぞ。入れます。入ったー。驚きすぎだろ。これに矢を使ってみるね。あれ、消えちゃった。
どこ行ったの？インベントリを見てみなさい。あ、ダメージの矢があるよ。できたってことだな。まさかの検証成功。よかったじゃないか。はい、ではここで解説タイムと行こう。え、もう気づいている人もいると思うが、これは統合版だからできる技なんだよ。なぜ統合版だけその仕様になっているのかは、わからないぜ。はい、じゃあジャバ版はできないの？できないぜ。オオカマにポーションを使っても入らないからな。へえ。ちなみに、3段階入れることが可能だ。当然同じ種類のポーションじゃなきゃいけないな。もし、別の種類のポーションを入れてしまうと、爆発音が響いて消えてしまうんだ。なるほどね。そうなんだ。というわけで結論、統合版のみ可能。統合版の人はやってみよう。僕は全然知らなかったよ。さて次はこちらの方の動画から、2×2 の穴があるぜ。プレイヤーはそこに水をドバドバー。無限水源だね。正解だ。無限水源は、当然水をすくうと、すぐにそこが水源になるぜ。そうだよね。それが無限水源だもん。しかし、突如プレイヤーはバケツを使いまくる。どうしたの？すると水は無限水源じゃなくなり、やがてなくなってしまうぜ。あいえいえいえ。うるさい。この海外の動画が本当か検証だ。この裏技は何のためにやるんだろう。そこまで気にしなくていいから。はいはい、2×2 の穴を用意したよ。ではそこに水を流そうか。ジャバジャバー、水バケツ2つだけで無限水源ができたね。そんなに喜ぶことか。水すくってみるね。よいしょ。すぐに水源になるよ。これを全部使い切るんだな。頑張ります。行くよー。おやめちゃくちゃすくってるじゃん。さあ水はなくなるのか。どうだー。大水がなくなったじゃねえか。やったー。何をそんな喜んでいるんだ。というわけで結論、無限水源は頑張ればなくせる。水源が復活するスピードより、バケツで水をすくうスピードの方が速いと、そうなるんだな。さてさて次はこちらの方の動画から、原木ブロックを積み上げていくぜ。一番下には階段ブロックを囲う。ふむふむ。次に、上に粘着ピストンを置いて、その下にレッドストーンブロック、日照センサーを置いて作動させるぜ。ピストンの伸びている部分の周りに、レッドストーンランプをつけるぜ。結構手間がかかるねー。ランプの上下に階段ブロック、あとハーフブロックだな。これが夜になると、こんな感じになるぜ。おーすげー、おしゃれだね。この海外の動画が本当か検証だ。ではでは作っていきます。まずは原木ブロックだね。高さどれくらいだっけ？これくらいだっけ？ちょっとピストンとか置いてみよっと。低すぎるな。僕も思った。やり直し。ちょっと気持ち高めに作ってみよう。これぐらいかな。いいじゃないのか。じゃあこの上に粘着ピストンを置きます。そんでレッドストーンブロックだね。レッドストーンランプをつけていくよ。伸びている部分だからな。はい。なんだ覇気がないな。いやいいじゃん。下に階段ブロックを置くよ。次は、ランプの上と下に階段ブロックを置くんだね。この造形が大事だからな。そうだね。はい、ハーフブロックも置いていきます。OK できたよ。ちょうど暗くなってきたから、ちゃんとつくか試してみよう。おー、ついた。綺麗だねー。こうやって見ると結構立派だなー。はい、というわけで結論、街灯は作れる。広場の真ん中に作るといいかも。ただの道に置くなら邪魔になっちゃうかもね。確かにな。続きましてこちらの方の動画、豚がいるな。頭上に丸石ブロックが、プレイヤーが小麦を与えると、どんどん横に伸びていくぜ。は、長すぎでしょ。最終的には画面に収まりきらないほどに、すると、スティーブがやってくるぜ。そして、豚を雑種。いやー、すると豚はめちゃくちゃ長い豚肉を落とす。何それー。スティーブがそれを食べると、スティーブも横長になってしまうぜ。この海外の動画が本当か検証だー。もうわけがわからないや。はい、意味不明な検証やっていきます。意味不明とか言うな、神聖な検証だぞ。豚を伸ばすことのどこが神聖なの。とりあえず動画みたいに丸石ブロック置こう。では豚さんを召喚するよ。小麦食べて。ほらほら、行かないでー。あ、ごめん叩いちゃった。もう一匹召喚しよう。今度はスポーンエッグでやるとどうかな。あ、どっか行っちゃうよ。どうしよう。あ、豚さん戻ってきてくれたの。でもちょっといろいろ試したいからどいてね。もういっちょ。今度は上にブロック。ダメだー。その後も、買い物は何度も繰り返してみたが、豚は全く伸びない。は、博士もう終わっていい。いいぞ、結論、豚は伸びない。当たり前なんだよなー。もしかしてわかっていたの。まあね、じゃあなんでやらせたの。いいじゃん。はい、次はこちらの方の動画から、大きな穴を掘っていくぜ。そして、回路系のアイテムやブロックを使って、組み立てていくぜ。すごい、一気に作っていくね。スライムブロックもあるよ。最後は上にスイッチを置いて、真ん中を開けた状態で蓋をする。穴の部分には鉄のトラップドアだ。防具立てを置いてダイヤ防具を着せる。ボタンを押すとそれが落ちていくぜ。おお、もう一度同じことをしてボタンを押すと、なんと防具が入れ替わるぜ。これすごいね。この海外の動画が本当か検証だ。ではでは、穴を掘っていきます。大きさは 3×3 だったよね。そうだぜ。
深さはこれぐらいかな。黒曜石にレッドストーン、トーチ、ピストンを置けば、動いた。で、また同じものを作ると、あとは上の部分を作ればいいんだね。意外と簡単にできるよ。だな、あっさり終わっちまったぜ。防具立てを置いてー。これにはネザライト装備を着せよう。ボタンポチー。おお、下に落ちていったね。いいじゃん。防具立てもう一個。これにはダイヤ防具を着せるよ。ポチー。おお、めっちゃ飛ぶ。これすごいね。ボタンを押すたびに防具立てが入れ替わるよ。動画の通りになったぜ。というわけで結論、防具立て入れ替え装置は作れる。感圧板でもやってみたけどできるよ。これは便利だなぁ。拠点内にあったら、すんげーおしゃれだぜ。お帰りかえもん。ただいま。今日はなんだかできるのが多かった気がする。途中意味不明なのがあったけど気にすんなって。ではでは、今日はここまで。チャンネル登録と高評価よろしく。コメントもしてねー。それじゃあバイバイ。バイバイブー。